美月、すごいだろう。うん。よし、今日の生返し特訓は終わり。終わり。ひろみー、美月ー。あ、いずみね様だ。もう学校が終わる時間か。おかえりなさい、いずみね様。おかえりなさい。ただいま。二人して土手で何やってるの？生返し特訓。またそんな遊びして。暴走するかもしれないから、大人がいるところでしか力を出しちゃダメでしょ。そんなヘマしないよ。ひろみお兄ちゃんすごいんだよ。もう檻作れるんだよ。みつきのバカ、内緒って言っただろ。もう遅いよ。そうなの？ひろみ、でもまだ小さいやつだよ。本当はもっと大きいの作れるようになったら言うつもりだったのに。すごいじゃない。でも泉姉様みたいに正確じゃないし。そんなことないわよ。私がヒロミの年の頃にはまだ檻を張れなかったんだから、自信を持ちなさい。本当？本当よ。姉様、私は、私は美月も頑張ってるわ。もう空間を切り取る勉強をしてるんでしょ。うん。私の兄弟たちは優秀ね。よし美月、特訓して喉が渇いたからジュース買ってこい。でも美月、30円しか持ってない。じゃあ駄菓子屋の30円のジュースでいいや。うん、わかった。ひろみ、また美月にそんなこと頼んで。いいよな美月、お兄ちゃんの言うことは絶対。よし行ってこい。うん。あ、待ちなさい美月。今日は私が二人にジュースをおごってあげるわ。買い食いしたのがバレたらお母様に怒られるから、二人とも内緒よ。うん。うい、美月、内緒にできるよ。お前さっき、俺が作れるってバラしただろ。今度は大丈夫だもん。すぐバラすよ。大丈夫だもん。あ、ジュース。泉姉様、返して。喧嘩するならジュースは没収します。もう喧嘩しないかしら。しない。じゃあ返してあげる。はい。もう遅いし、これを飲んだら帰りましょう。うん。ということがあったなぁと思い出すな。このジュースを飲むと、とうとう思い出まで捏造するようになったのか、ヒロミ。失礼だな、アッキー。そんなことをした覚えはないぞ。その話のどこに今の美月と泉さんの面影があるっていうんだ。昔はそうだったんだよ。これを見てみろ。動かぬ証拠だ。写真。あ、これは、あの美月がヒロミにべったりくっついてる。四六時中俺の後をついてきてよく困らされたよ。お兄ちゃんの言うことは絶対が口癖だったんだからな。あの美月がな、ずいぶんひねくれて育ったな。愛情を一身に注いだはずなんだが。ヒロミの愛情がひねた原因だと思うけどな。なぜだ。お前は一回真剣に病院で見てもらった方がいいと思うぞ。ところでいいのか、本人がいない場所で過去話なんかして。美月は嫌がると思うけどな。本人がいないんだからバレようもないだろう。そういえばそうか。美月、部長会議は終わったのか。ええ。ああ、そういえば美月、あの、どちら様ですか。記憶から兄を削除した。まだまだだなアッキー。これは外での恥ずかしさからつい兄に冷たく接してしまう妹の姿だ。どなたか存じませんが、先日私の兄は中二病をこじらせて亡くなりました。どんな設定だよ。美月、中二病じゃ人は亡くならないぞ。ヒロミはもっと目の前の現実を受け止めろよ。美月に謝っとけ。確実にさっきの一連がバレてるぞ。もう美月は本当にテレ屋さんだな。